イルワン・ディ・ユスフは、インドネシアのアチェ州の政治家。自由アチェ運動の元幹部であり、GAM では広報を担当していた。地元の大学では獣医学の学位を取得した。1990年に GAM に加わったが、オレゴン州立大学で獣医学の修士号を獲得するため3年間活動を停止していたことがある。アチェに戻った後は、 GAM の上層部で広報を担当していた。2003年、彼は反逆罪により逮捕され、9年間の懲役刑を受けることになった。2004年12月にスマトラ島沖地震が発生した時、収監されていた刑務所が津波に襲われ彼は脱獄した。この刑務所には当時278人がいたとされるが、生存者はイルワンディ・ユスフを含む40人だけだったという。 2007年のニューヨークタイムズでの彼の証言によると、囚人たちは正面玄関から逃げようとしたものの鍵がかかっていて、逃げられず、彼自身は屋根に登って助かったのだという。スマトラ島沖地震とそれによる津波で、アチェ州では約17万人の死者が発生したが、この被害の大きさは、インドネシア政府と GAM が和平交渉を行うきっかけになった。 2005年8月15日、インドネシア政府と GAM は、ヘルシンキは平合意に調印し、BBC の報道によればイルワンディは、GAM の代表として、調印を見届けた。合意の、第3条第1項では、GAM のすべてのメンバーへ恩赦が与えられ、また、第2項では、恩赦対象者の政治に参加する権利が保障された。2006年7月11日、 アチェ島地方が国会で採択され、この法律に基づき、アチェ周発の直接選挙による州知事選挙が行われることになった。この時、GAM の指導者層の中ではスウェーデンに亡命していた子さんとアジェでの武力闘争に参加していた若手で意見対立が発生し、GAM は地方政党を設立することができず、子さんと若手がそれぞれ別の州知事、 副知事候補を立てた。イルワンディは GAM の若手幹部が推薦した州知事候補であり、アチェ住民投票情報センター代表のムハンマド・ナザルを副知事候補として出馬し、得票率38.2%で当選し、翌年2月に就任した。異例なことではあるが、彼は全政権のメンバーを以前の地位に止めることにした。ニューヨーク・タイムズによれば、新知事は、 全政権のメンバーには、中央政府とのつながりや軍、警察、公務員からの指示があるが、自分にはそういった人脈がないと述べたという。2009年9月14日、アチェ州議会は、イスラム教徒の既婚者の貫通罪に対し、石打ちによる死刑を適用する法律を全会一致で、可決した。これに対し、イルアンディウス府知事は、強い反対姿勢を示し法案への署名を拒否した。 2012年4月9日、アチェで2回目となる直接選挙による州知事選挙の投票が行われた。イルワン・ディユスフは現職知事として無所属で出馬したが、GAM 元代表のザイニアブドゥラがアチェ党から出馬し、当選した。2017年2月、アチェ州で州知事選が実施され、イルワン・ディユスフが再選した。2018年7月3日、 インフラ事業に絡み、州内の県知事から現金約5億ルピアの賄賂を受け取ったとして、反汚職法違反の疑いで、汚職撲滅委員会に逮捕された。ありがとうございます。